ハンクストラムは、イリノイ州シカゴ出身の元アメリカンフットボール、指導者、カンザスシティチーフスのヘッドコーチとして知られている。AFL を3回制し第4回スーパーボールでも優勝を果たした。AFL のコーチの中で最多の87勝を挙げ、ポストシーズンにも6回出場した。彼は、ゲータレードの NFL への導入にも大きく関与した。 チーフス在任中は、オフェンスコーディネーター、ディフェンスコーディネーター、スペシャルチームコーチを置かなかった。1923年に、シカゴで、ポーランド系、プロレスラーのヘンリー・ビルシェックの息子として生まれた。その後一家は、インディアナ州ケイリーに移り1941年に、高校を卒業した。パドゥー大学に進学した、彼は、アメリカンフットボールと野球を1942年。 1946年、1947年と行った。この間、第二次世界大戦中に従軍した。大学卒業後1948年から1955年まで、フットボールのアシスタントコーチ、1951年から1955年まで野球のヘッドコーチを務めた。1996年に、レンドーソンと共に、 大学のスポーツ殿堂入りを果たした。その後彼は、ノートルダム大学、南メソジスト大学、マイアミ大学でアシスタントコーチを行った。彼は後にプロフットボール殿堂入りしたレンドーソン、ボビーベル、バックブキャナン、ウィリー・レニエル、ヤン・ステナルードや他にも、ジョニー・ロビンソン、エドバリ、ーオーティス・テイラーなど、非常に多くの選手を育て上げた。彼は、サイドラインに、 ゲータレードを用意したり、アイフォーメーション、ダブルタイトエンドのフォーメーションを使い始めた、最初のプロフットボールコーチであった。またディフェンスでも3人のラインバッカーを、ディフェンスラインの背後に隠して配置する、トリプルスタックディフェンスのフォーメーションを採用した。2003年にプロフットボール殿堂入りを果たしたが、皮肉にも第4回スーパーボールで打ちまかした、ミネソタバイキングスの元ヘッドコーチ。 バドグラントの9年後となった。電動入りスピーチを行う際には、糖尿病で体の弱った彼を殿ソンが車椅子を押してステージに上げた。そしてスピーチの代わりに過去のビデオテープが流された。1959年にラマーハントは NFL に対抗する新リーグの AFL のダラステキサンズを創設するにあたり、バドウィルキンソン、 トム・ランドリーに断られストラムをヘッドコーチに招いた。南メソジスト大学時代にハントはアシスタントコーチだったストラムと出会っていた。1960年のリーグ創設からテキサンズは好成績を残し1962年には AFL 西地区優勝を果たし、AFL チャンピオンシップゲームでヒューストン・オイラーズをダブルオーバータイムの末、 トミー・ブルッカーの決勝 FG で20から17と破り優勝した。この試合はプロフットボールチャンピオンシップゲームで最も長い試合となったことが知られている。1963年にダラス・テキサンズはカンザスシティに移転しチーフスと名称を改めた。移転後もチームは好成績を収め1966年に AFL チャンピオンシップゲームで バッファロービルズを31から7で破り、第1回スーパーボール出場を果たした。チームには後に、電動入りする選手が3人、オールスター選手が8人在籍していた。ビンスロンバルディヘッドコーチが率いるグリーンベイ、パッカーズは、ショートパスでチーフスの強力なディフェンスを、克服、35から10で勝利、バートスターが MVP に選ばれた。 1968年のオークランドレーダーズ戦でチームは健康なワイドレシーバーなしで試合に臨むこととなった。この試合で彼はその頃には使われなくなった T フォーメーションを復活させパス3回で16ヤードに対しラン60回で300ヤード以上を獲得し24から10で勝利した。1969年に AFL チャンピオンシップゲームを制して ミネソタバイキングスと対戦した第4回スーパーボールではムービングポケットとトリプルスタックディフェンスによって攻守で圧倒した。この試合で彼にはマイクロフォンが付けられており65トスパワートラップのプレイコールでタッチダウンを上げた後のチャイニーズファイヤードリルという発言が知られている。この年のチーフスの勝利で AFL と NFL の統合を前にして AFL が スーパーボールで2連勝となった。1971年にも AFC 西地区を制したがクリスマスに行われたプレーオフでマイアミドルフィンズに敗れた。この試合はプロフットボール史上最長の試合となっている。これ以降はチーフスで成功は収めることはできず1974年にチームを去った。チーフス在籍時、彼は相手チームが FG を狙う際、 6フィート10インチの長身、モリス・ストラウドをゴールポストの下にセットし、FG をブロックする役割を与えた。後に、NFL はクロスバーより先で選手がボールに触った際には、ゴールテンディングとして3点を与える、ルール改正を行った。その後1976年にニューオーリンズ・セインツのヘッドコーチに就任したがに、シーズンを4勝10敗。 3勝11敗で終えた。これには、q b アーチー・マニングが、肘の故障で1976年シーズンを、全球、1977年も何試合か、欠場したこともあった。またチームのリーディングラッシャーである、チャック・マンシーの薬物問題にも対処しなければ、ならなかった。1976年、アローヘッド・スタジアムで行われたチーフスとの試合には、勝利したが、 1977年にチーム創設から26連敗していたタンパベイバッカニャーズに敗れてしまいシーズン終了後、彼はチームから解雇された。その後彼は1978年から1995年まで CBS スポーツやラジオの NFL 解説者として活躍した。ジャック・バックとのコンビで行ったマンデー・ナイト・フットボールのラジオ解説では次のプレーが、 どのようにされるか予想するのが彼のスタイルであった。1982年1月10日、ビンス・カリーとのコンビでサンフランシスコ・フォーティナイナーズとダラスカウ・ボーイズとの NFC チャンピオンシップゲームを担当した。この試合は、ジョー・モンタナからドワイト・クラークへのザ・キャッチと呼ばれる決勝 t d で伝説となった。1988年、シカゴ・ベアーズとインディアナポリス・コルツとの試合解説の ために、インディアナポリスに旅行した際、心臓の開胸手術を受けた。この時彼は1週間ほど入院した後、再び解説者の仕事を再開した。ありがとうございます。